それはアドルフ自身にも知らされていないものだった。それは実に勝手な、ただ単に研究を他国に奪われないための装置であった。アドルフ、もし母さんたちが帰ってこなくても、強く生きて母さんみたいな人を見つけてね。私と私の大好きな人との間にあなたが生まれてきたように、いつかあなたもそうやって幸せになるの。うん、わかった母さん。でもできたら帰ってきてね。